どうも。今回はワイプについて紹介していくよ。ワイプというのは全ユーザーの新コードをリセットして、みんなゲーム購入時と同じ初期の状態で、一斉に再スタートを始める、一種のイベントみたいなものだね。ワイプは大きめのアップデートのタイミングで、行われることが多いよ。だいたい半年に一回くらいかな。前回はベアだったから今回はユーセックにしよう。見た目は何でもいいけど、一応どんなのがあるか見てみようか。お、こんな顔あったっけ？よくわからんけどこれでいっか。ベアとユーセックの違いは、最初にもらえる装備と見た目くらいで、ゲーム上での有利不利は特にないよ。あとはベアはロシア語、ユーセックは英語を喋るくらいかな。キャラクターはこれでオッケー。このタイミングで最初にゲームを始めた時に、何をすればいいかも説明しとこっか。まずは持ち物を確認しよう。ふむふむ。一番高いエディションを買ってるから、いっぱいもらえてるね。フリマ解放レベル20から？前回はレベル10からだったよ。倍って。しんどいなこりゃ。最初はフリマ解放のレベル10まで。頑張ればどうにかなったけど、20は結構遠いな。まあ気を取り直して。レイドに出る前に、ハイドアウトの拡張に必要なものを確認したり、設定を見直したりしよう。あ、そうだそうだ。レイドに出る前に、最初に受注できるタスクは、忘れずに受注しとかなきゃね。ふむ。カスタムズデスカブを5人か。最初はこれをやりに行こうか。あとはどれだっけ？あ、これだこれだ。サレワを3つ。ワイプ直後はみんなこのタスクを、やってるはずだから、サレワは争奪戦になるんだよね。あとはレベルの制限があって受けれないね。じゃあ準備をして早速レイドに行こうか。準備はカットしたよ。じゃあカスタムズに行こうか。ワイプ直後はみんなアイテム欲しいだろうし、保険かけても持って帰られそうだけど、一応かけとくか。さすがにいらないやつはお金の無駄だから、いるやつだけかけとこうね。あ、そうそう。最初にもらった近接武器に変えとこう。よし。行くぞー。マッチに並んでる人、みんなレベル1だったね。とりあえずレベルを上げなきゃ制限が多すぎて、できることが少ないから、どんどんレベル上げをしよう。経験値の稼ぎ方はいろいろあるけど、手っ取り早いのはタスクをこなすこと。上手い人は敵をなぎ倒して、経験値を稼ぐみたいだけど、私にはリスクが多いし難しいので、無難にタスクをこなしてレベルを上げてくよ。ワイプ後の初レイド。アイテムあさってスカブ5人倒せれば上出来かな。PMC には用がないので、できれば会いたくないね。でもみんなスカブキルしたいだろうし、スカブのいる場所に集まってきそう。お、ここはマッチ中央したあたりのオルガス横だね。早速アイテムあさろう。アイテムをあさるだけでも経験値はもらえるから、戦闘が苦手な人は、こそこそアイテム集めしてレベル上げてもいいかも。まあアイテムあさりは経験値の量が少ないから、結局タスクしなきゃってなるんだけどね。序盤は本当に色々なところが、くまなくあさられてるから、最初に出撃した場所の近くをささっとあさって、道中でスカブ倒してすぐ帰るでもいいかも。とりあえず売ればお金になるし全部もらおう。オルガスの建物の中もあさろうかな。うわぁ。雑魚ですかー？誰ですかあなたー？ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。早くしてリロード早くして。
そこか。うわあ。ワイプ後初レイド。1分経たずに散る。悲しいけど頑張ります。